との相性もいいんです。片岡、昨年は10いましたね。どちらかというと、まあ、それでも元来こういうちょっと体を移動させて打つ打ち方でしたがね、はい、ここは欲しいぐらいの話があった、まあ、それは成長してほしいがゆえのね、話だったんですけれども、今年はもう手の頃ならというところなんですがね。いや、そこも難しいですね。これだけの守備陣されば、前進守備されますとね、はい、でただ外野フライというのが一番確率高いんですがね、帰ってくる。もっとランナー気になるんですけどもね。